私、生まれも育ちも葛飾柴又です。西に行きましても東に行きましても、とかく土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。帝釈天で産湯を使いました。姓名乗ります。姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。おいらはヤクザな兄貴、さくら分かっちゃいトラさんだ妹よ、いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて、奮闘努力の甲斐もなく、今日いろいろお世話になりました。うちこれで幸せになるんだぜ。はい、ありがとうございます。おい、持っていいな。いいから持っていいなよ。言う通りだぜ。帰れるところがあると思うからいけねえのよ。失敗すればまた国へ帰りゃいいと思うから、俺はいつまでたったって一人前やなれねえぜ。おじさん、あら、なんだ今のパワー。いや、渡し船の最終がもうボスボス出るうちは合図だよ。え、最終の船が出るかい。何よ、すわせ出るか。ションベは出るのか。え、ションベ出ねえ。いや、便所なら表でやったらいい。帰らねえよ。え、たとえどんなことあったって二度と帰らねえ。私は帰りませんよ。でもやっぱり帰るな。あばよ。かわいそうにな、あの人たちと体の悪かとね。結構毛だらけ、猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけね。タコはイボイボ、ニワトリは二十歳、イモムシは19で嫁に行く。色が黒くてもらい手なけら山のカラスはゴケばかり。ええ、色が黒くて食いつきたいが、あたしゃ入れ歯で歯がたぶるいうときや。どう？